はい、皆さんこんにちは。ちょっとカメラのねマイクを工夫してみたので、こうやって後ろから独り言言いながらですね、ボソボソなんかを撮ってる時にどんな感じに入るかっていうテスト、それをすっぽんのポンコちゃんに手伝ってもらおうと思います。珍しく寝てますね。今ものすごい活性が高くて、すぐ餌くれんじゃねえかと思ってね、影がよぎったり振動を感知するとすぐ出てくるんですけど、出てこないですね。うっす、あ、向こう側に出てた出てました。じゃあ今回はプレコですね。もうパッケージと顔を出した時の匂い、このパッケージね、これがよぎる、あるいは、まあ、鼻を空中に出せば当然空気中の匂いが、部屋の中の匂いが嗅げますので、こう餌をくれるんだなということで出てくるわけです。いざもらうとね、逃げながら食べることが多いですね。まあ、これ硬くて大きいんで丸飲みできないですから、まあ、要するに私という対象を、まあ、飼育員であると認識すると同時に危険な天敵とも認識しているという狭間に彼女はいらっしゃいましてですね。ただこのように高活性で腹が減る夏は食い気の方が優先されると。で、ただいざ餌を、食いづらい餌をゲットすると逃げながら食べることが多いと。Anel to write you on a gay shimazoo.